い、ということでやってきました。どこだっけ、エヴァホルドの街。なんかすごい雰囲気暗いんですけれども、さてプリムローズ編最終章になるのかな、やっていこうと思います。レベル上げほとんどやってないというか、一切やってないか、ほとんどっていうか、大丈夫かな、いけるかな。よし、前回までのあらすじ。故郷ノーブルコートで右腕の男を撃ったプリムローゼ、そこにかつての恋人シメオンが現れた。そっと近寄るシメオン、それと同時に激痛が襲った。シメオンのスカーフを握りしめ倒れるプリムローゼ、彼の首筋にあったのはカラスの入れ墨だった。そう、黒幕がね、まさか元彼っていう。カラスの入れ墨、どうしてシメオン、嘘よ。三日目晩の昏睡から目覚めたプリムローゼは彼を追う。かつての恋人としてではなく、首筋の男として、隠してエヴァホルドにたどり着いたが、ここね、ここなんかね、大きい劇場みたいなところがあるんですけど、まだ、ね、中に入れなかったんですよ、到着時点で。会いに来たわよ、シメオン。パーティーチャットを見る。プリムロゼ君、これは驚いた。どうしたの先生、なぜこんなところに劇場が。そう思っていたのだけど。なるほど、元は砦だったものをわざわざ劇場に改装したらしいね。なぜこんな手の込んだ真似を。ふむ、これは難題だ。理解する必要もないわよ、あの人がもう何をしたって驚いたりしないわ。君がそう言うなら、敵の本拠地で気をつけて進もう、プリムロゼ君。ええ、慎重に行きましょう。はい、そう、結構ね、このね、劇場以外はね、狭い町でございますね。こんにちは。劇場の町って言われてるみたいです。私なんでもねえよ、どう、今日は子供の役なのよ。この子どうや役者さんらしい。でわけあって少女役になってるらしい。演劇を目当てにされてるみたい。うん、はい、ということでこの先に行きましょう、うん、おじいちゃん、我が劇団見せ場は戦闘活劇なんじゃが、わしがこだわるは主役が逃げ出しおったんじゃ。はいはい、劇場の入り口行きます。ここはね、まだちょっと見てない、入れなかったから。あ、はい、いた。これはこれは、クソ、締めよう、こんにゃろう。もうすぐ幕が上がる、楽しんでいくといい。ここは僕の劇場でね、たまに浸りに来るんだ。多分なんか、そうだね、なんか今劇のなんか台本みたいなの書いてるみたいなこと言ってたよね、こいつね。中でも今日の舞台は僕が書いたものでね、貴族の娘の恋を描いた。取るに足らない話なんだが。プリムロゼ。プリムロゼ、君のために書いた物語だ。うーへー、やめてくれ。そう。あら、そう。まあ、イケメンなんだろうな、きっと。せっかくだけど、感激する気はないわ。生きてここまで来るなんて、君は強運のようだな。うん。ええ、そうね。こうしてここにいる子も喜ぶべきね。ちょっとごめん、イヤホンの位置が。よいしょ、OK です。覚悟なさい。覚悟か。君こそできているのかな。敬服するよ、プリムロゼ。君はいつも茨の道を歩くね。違う、私はただ必要な道のりを歩いているだけ。そうかい。さあ、え、これ見るの、演劇。あ、演劇。この物語はある一人の少女を描いている。あ、おぎゃーしてるけど、ある不幸の少女の半生を。おお、おお、生まれたぞ。あ、よかった。あなたに似て泣き声も力強いわね。強くなってもらわねば困る。
この子は我が家を背負ってたつのだからな。まあまあ生まれたばかりから大変ですわね。うん、強さと優しさのある子に育つといい。分け隔てなく人と接する思いやりのある子に。ええ、そうだな。大きくなったらどんな鎧が似合うかな。可愛い服着せたれよ。まあ女の子ですのにもっと可愛いものはないの。まああら笑ったわ。笑顔も力強いわね。いけないわ。私たら何を。あ、シメオンの元に向かう。グリムロゼさん、ひょっとしてこの劇の登場人物は私の生い立ちそっくりだわ。やはりシメオンという方、何を考えているのか。許せません、人の大切な思い出を見せ物に。ええ、でももうあの人の筋書きには乗らないわ。私は大丈夫。プリムローゼさん、私が一緒にいますからね。ありがとうフィリア、一人じゃないことがこんなにも心強いなんてね。さあ行きますか。あ、この人も探る。 90%。 ふむふむ。劇場内での過度な飲食はどうかお控えください。食い散らかす輩は即刻私ども劇場案内係が排除いたします。なんか怖えな。あ、ゆ、あ、なんか、あー、テリオン連れてくればよかった。盗めねえ。これまた入れるかな。まあ、いっか。ここにも、こんにちは。は？劇場でのマナーその3。劇場内での戦闘行為は人目をお避けください。感激を妨げる輩は即刻私ども劇場案内係。なるほどね。まあ、戦ってはいいってこと、戦いはオッケーってことか。ただ目立ってやるなってことね。なるほど。戦ってやろうじゃねえかよ。大劇場仮装。よし、じゃあセーブしてやっていきましょう。わあ、ここ最後のダンジョンだけあって結構入り組んでると言いますか。とりあえずアイテム回収したいね。敵が強そうだな。お、特大、え、助かる。精霊石ゴリゴリなくなるからね、ほんと。よいしょ、よし、大金。ちなみに3章入ってから戦闘の BGM 変わります。さあ始めようか。いきます。それでは、よいしょ。聖火の光、パーティーこのままでいいかな。で、敵がね、めちゃめちゃ素早いんですよね。ほぼここからが本番だ。自慢的に、おし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 。さて、闇夜の飛ばす。一応ね、買い物はしてきたんだけど、ちょっと怖いですよね。どうしようか。別に何が効くかな。カノン。行くぞ。よし。おう、横一文字。頑張ります。ここはちょっと回復いきましょうか。いいね、炎が弱点だと。あの炎、氷、雷が弱点だとサイラスが活躍できますからね。よし、変えよ。ちょっとボスのところ行くまでにレベルを上げておきたい。少しだけでも。あ、やばい、使っちゃった。この方、さて槍は効くかな。よし、倒した。レベル差あるけど、まあまあいけそうな気がするな。まあ、サイラスとオフィリアがめちゃんこレベル高いからな、今。いけそうな気がしてきた。まあ、ただ、ボスはわかんないけどね。じゃあ、アイテムのね、調達はしてるんですけれど。
テリオン。宝箱。お金めっちゃ入るな。てかお金持ちなのか。あのラスボス、もう名前も忘れたよ。もうムカつきすぎて。お、いい感じ。氷かな。声とか聞けば助かんない。敵がね素早いからね、大体が先制攻撃されるんですよね今の状態。おほう。行くぞ。横一文字。おし。頑張ります。やば。驚かしら。よいしょ。闇夜に飛ばす。払え。まず何が効くんだろう。黒いエビ。なかなか考えがいがある。氷は効かなかった。雷はいかがでしょう。あ、効かないね。覚悟はいいか。剣が効かないから次ちょっと槍で。槍はどう。もう効く。さて。よいしょ。それでは傷を癒したの。ちょっと回復しようかな。行く。覚悟はいい。一番槍。一番槍。行くよし、オッケー。ごめんね、素人さんと踊らないの。レベル40になったな、プリモラゼ。オッケーオッケー。さて、じゃあここもね、探索をしっかりやっていこうと思いますよ。ちょっと探索部分はカットしますね。多分こんな感じ、同じ感じの敵ばっかり出てくると思うので。はい。はい、ということで、やってきました。では、ここが奥かな。ねえ、お父様？お父様？ねえ、お父様、見てください。おお、いつの間に覚えた、見事な踊りだ。お父様にお見せしたくて練習しました。そうかそうか。おや、膝をすりむいている、見せてみなさい。たくさん練習したようだな。普通にお父さんいい人やん。厳しくて泣いている描写あったけど、プリムロゼすまない。お父様も厳しいんでしょうね。何がですか。すまない。お前には期待ばかりかけて辛い思いをさせている。ううん、私は大丈夫です。メゼルアート家のために、それが私の信じるものです。強い子だ。だがいずれは見つけなさい、お前自身が望む幸せを。プリムロゼ、愛しているよプリムロゼ。お父様、先を急ぎましょう。え、あ、プリムロゼ遠いね。プリムロゼ&オルベリック大丈夫か。プリムロゼ、え、先ほどから顔色が悪いぞ。本当に先へ進んで大丈夫か。当然よ、先へ進むしかもう道はないわ。過去を振り返ることはできる、でも戻ることはできないもの。それがどんなに優しい甘く切ない過去でも。だから行くわ、父が残してくれた家訓の通り、己を信じ貫けか。ええ、そうよ。お前の覚悟は分かっている。ならば俺はその手伝いをするだけだ。今この剣をお前のために振るおう。オルベリク、あれ、嫁さん候補、あれ、マジか。は？お、よかった。劇場内では道に迷わぬようお気をつけください。うっかり舞台にでも上がった輩は即刻私ども劇場案内係が排除いたしますゆえ。なるほどね。
こいつはどうやろう、誘惑してみる。あ、違う違う違う、誘惑誘惑強いかな。ディフェンスアップ得意技、でもなんかめちゃめちゃ強いような気がする。こいつは 72% いけるかな。いけた。お、盗む成功確率アップ情報。これもっと早く知りたかったな。劇場でのマナーをどうかお忘れなきよう。禁忌を犯すやから祖国私ども劇場案内係が排除いたしますよ。怖っ怖っ。誘惑どうだろう。メンタルダウン、へえ。まあでもなんかバフ系があってもいいかもしんないね。さあおいで。よし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 、上層まだ続くのか。ほう、最後ということはあって長いですね。宝箱はない。こっち側はお、あった、銀の入った皮袋。ああこれね、高く売れるんすわ、ラッキー。あそこにセーブポイントがある。よいしょ、セーブしていこう。よし、ああ、プリムロス参ります。参ります。てっきりボス戦かって思って全回復してきちゃったよ。あ、アイテムね買ってるから全然いいんですけど。よし、レイク、よし、ここからが本番だ、ここからが本番だ。クソ全然だな。頑張ります。よいしょ。天下の光輝きたまえ。踊ろうかしら。そう、なんかね、オルベリクがね結構攻撃外すんですよね。命中アップのアクセサリーでもつけた方がいいかな。覚悟はいい。見てろよ、もう一回千本槍行くからな。ほら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 、ミス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 って。頑張ります。傷を癒したまえ。回復して。踊るかしら。これ全員。ブレイク。火炎よ。ナイス。大した強さだ。豪華。オフィリアもレベル50代ですわ。ちょっと変えようかな装備。オルベリク精神パワーベルトいらんかな。それだったら狙撃は命中が上がるんだよね。命中上げた方がいいな。これでいきましょう。よいしょ、セーブして先行きます。どうして死んでしまったの。これから私はどう生きていけばいいの。演劇は進んでおりますね。私は信念に従ったまでだ。喋るのか。そうかね、では報いを受けろ。報いって何の報いなんだ。お父様を殺した男。シメオン、あなただけは許さない。動機が明らかになってないんですが、それ明らかにしてくれるんですかね。何を泣いているんだい。オンブル、どんな時も希望を捨ててはいけないよ。あなたは
シメオン、待っていなさい。あと少しでこの旅は終わる。さあ行くわよ。パーティーチャットなし。そっか。空箱はないね。あ、セーブポイントだ。そろそろいいところだな。今回この辺で終わりにしておきましょうかね。こっちも見られる。うわう。行きます。踊ろうかしら。よいしょ。ちょっと動機がめっちゃ気になるわ。やばい、なんか命中上げるだけで結構違うねこれね。それでは、よいしょ。なかなか考えがいがある。変えよ。オッケー。いやでもな、ラスボスだから強そう。怖いな。ちょっとラスボス戦は次回やりますか。変えよ。この程度では不合格。まあレベルが足りなかったんで少しレベル上げした方がいいかもしれないけど、とりあえずそのままでいこうかな。よし、お、全火薬のジャム、やば。エリクサーゲットした。怖ない。じゃあこんなもんかな。じゃあここが最後のチェックポイントだと信じております。ということで、じゃあ今回はここで終わりにします。では次回ラスボス戦に向けて頑張っていきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。